しょ。じゃあいただきます。これもらってきた豆腐、なんか変わった豆腐なの。グズグズだね。ジニ豆腐、なんていうんだろうね。ありがとう。ありがとう。よし。じゃあいただきます。いただきます。サンマかい？イワシ。イワシか。ニンニク？うん。
ゃあいただきます。これ葉っぱここの、あ、そう、うん、ベビーリーフだな。うん、美味しいね。うん、うん、めっちゃみずみずしい。で、なんかご飯終わってこう本当に何やってんだろうと思って全体像を上から覗いてみたらボンネット開いてたのさ、うん、だから車故障したんだと思ってさ、でそっからも私直せないしなとか、近所に助け求めるって言ったら私近所付き合いないしなみたいなさ、警察呼んだら何とかしてくれるやーとか思ってて、でもなんかとりあえず、はあ、ねえマリン、どうする？やりたくない？俺のそばだ。あー、お腹減った。たまらん、たまらん、待たされたもんな。そうだね、うん、早くに電話しないからやる。お前がだろ。おお。福神漬けになった。そば二重に美味しい。やっちゃったな。炭水化物炭、あ、でもお蕎麦、まあ、小麦粉入ってるもんね。でも炭水化物だ。私なんかうどんだから 100% 小麦ですよ。あ、衣祭りでしょ、そっち、うん、海苔美味しそうだ。やらない。え、福神漬けとかいうやつにやつ。あ、じゃあハンバーグ。いいえ、ハンバーグとエビだな。いいえ、ダメ。エビ。じゃあいただきます。スプーンだ、ね、あれ、あ、そっか、あ、これ後で食べるの、うん、スイーツとしてな。お蕎麦スイーツって初めて聞いたんだけど。ミートボールとかね、うん、パスタいいよね。豆腐もめんどくさくて、あの水抜きっていうか茹でなかったの一回、だからちょっと水っぽいかもしれない。あ、そう、うん、わからない。
大丈夫かい？うん。天津のきんぴら好きだよね。うん。ごぼうより全然好きだ。うん。シャキシャキしてるから。ね、なんだかね。レンコンもごぼうもどっちも好きじゃなかったけどね。うん。